不算水下啦，它是地下。地下，嗯，它啊是地下。地下，啊这次神童总共多少？55个。好多啊，就全部啊，剩下的哦，好多哦，怎么那么啊。啊，这多？次的宝箱我估计150个左右。好多，太多了，不行，啊，对，这已经是最少的了。好多。虽然我纸上讲很多，但是我一个礼拜也跑得完了。没问题，我对靠！对。原来上次有333个，你建议直接跑地图还是接每日？跑地图。跑地图第一就是你可以打 BOSS 的时候，你今天的每日就结束了。打世界 BOSS 还是仆人？世界 BOSS。哦。那、啊、你如果急着传说任务的话，那、啊、你如果传说任务想要分着领的话，我是建议先传说任务。OK，传说任务，任务专注模式开启。因为传说任务可以解，我不在我乎，之前看了一下，大概可以解3天还是四我天。不在乎，真的。你要关声音了吧？关声音开机。不要，不要。要你不要的话，那我就没拒关系绝。啊，反正你们这边爆雷，每一个人都少活10年啊。少活10秒，啊，为什么差？爆雷那一没个什么差，字哦，少活10年啊，10个字就是100年，那你现在就可以去好死，像这也样没子。差哎、欸。还是你要先打周本？哇，你那边可以打了是不是？我可以打啊。我好不像还有一能次打，周本还没领。我今天已经遭阳寿了，没办法。对，就是不能再续周本。62、42、40。你看你有没有要打？把4个4星圣遗物强化至8级，这个东西我暂时没打算屌它。白烂哦！谁他妈要强化四星圣遗物？我你有事没事？不是啊，啊有时把它候强化，然后它又不变是不啊，了。啊有时候那个圣遗物太烂了，啊没找到好的，啊有想要让他上场，先让他出来。那这个就就是星图嘛，反正对迟啊，早会变废掉。都本在这里哦。佩佩，我要用佩佩。我看一下你们带什么？钱吗？还是干嘛？仆人要绑我在定想，一个捕食，是不是？我刚刚一下就岔起来，我跟冠希打的时候直接岔起来，我还在想，我的琴也直接岔起来，还要砍一下没那个，事，我来辅助啊，没问题吧？我辅那到我放底，怎么说？水，那我放水身上面血，再掉个更低一我辅点。到底。就交给你输我出了，充分哦，你那个还是二命的。没错。但是我没有双人技能。我也没有。有了。他是不是只有2条血而已？对，2条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 ，2
カウントダウン開始。煉獄の投影に沈む。放掉下，下来。甘い。有两个仆人，我不知道该打哪一个。哎，我怎么死了？干嘛？你死了？对啊。哈哈哈。来就打那个火的。打那个火的。我破血了哟。
干我什么啊？生命之气会掉血是不是？会啊，会啊。你现在也知道。解刀上面会有框框，那个就是。届けるといい。对啊，自己被套成一只鸡，那太不脏了。看起来打他不适合用佩佩啊。马上帮你上盾。等我之后左拳满面，我他妈就直接一只来单挑他。哎呦！哎呦！我没充的。这队友没有任何的。让你回血。看来还是拿水龙王喷他好了。确实。実月が終焉を迎え、熱望は繰り返され、希望は塔に立たれ。他会一直拉四脚哎，满不只有那波那波弹幕攻击，满没有啊，我下来都会一直拉四脚，就是我的四脚会拉到角色的头顶上，是不是你锁定他？我不知道，就叫你不要打王的时候不要乱锁定，我没有啊。完蛋了，我的佩佩现在还躺着，他要怎么站起来？干，你是在暴雷是不是？你说佩佩吗？对、啊，还好吧，就他的以前的名字而已啊。陈歌虎陆景泉，先去陆景泉。今天的聘是不是很高啊？今天的聘吗？没有啊，我现在一百多哎、欸，我53了。应该是下雨的关系啊。哦，那昨天不是有下雨？昨天没爆啊。中华电信下雨不是都会微微的。嗯，微疼微疼。芋头面包，买芋头面包。又怎么了？你又怎么了？好想要爹的武器哦。我觉得没必要。哦啊，我这边可以教你一招怎么样抽得到武器，想听吗？啊，我讲的是真真实实在在可以拿到你想抽的，就怎样？反向定位，有没有那个叉腰的动作先做出来？然后用力的给它嘟进去，拿出来去医院，那就一定会有了，好不好？再估啊，也不多啦，可能三四十，可能三四十而已，这样子够你抽一阵子的满命喽。好像说他的武器加成没有特别强、欸、所以我没抽啊。陪他决斗者哎，是我没抽啊，他那个他那个给25%的生命之气而已啊，啊你如果是零加一的话，165还是170。但是如果你是灵命的话，他本来就给你145%的生命之气了，所以我觉得25%的装武对我来讲没有必要啊。我想说，先看聊天室有人在讲，他妈的，要是那把武器200抽才出来，我真的会干死他。所以你们都只是为了解锁那个特效而已，不是吗？对啊，没有错啊，没错啊。你们为了抽的那个武器，就只是因为外观皮合乎它的外形嘛？我差点讲匹配，靠腰。嗯，差我没有外观，差点吃鱼。我应该就拿，我应该就继续拿那个吧，护魔就好了。我是拿何普渊啦，何普渊，可是我何普渊没有关系啊，你们都有何普渊啊，我没有啊。那你就常驻池抽一抽就有了。我常驻池抽两把出来了、欸，跟你阿莫斯两把是一样的，好不好？阿莫斯两把都满了，我阿莫斯一把都没有啊。对啊，而且我还有一把石斋哦。哇塞，有一把，你有两把石斋，两把石斋，笑死。我也是可以给他合普渊啦，只是这样我的消就废掉了而已。反正我也没在玩笑。
多くの影の気持ちも分かる。だが少なくとも今は。也不是说也掉了，他拿护魔的时候也是打得出伤害的。ハウスオブハースに。そんな人間の。还是拿护符。とっくにこの世を去っているはずの。だから子供たちをポア村長に。もしもまだ気になることや心配事があるの、リナ。客人のもてなしは任せ。はい、お父さん。决斗之枪也可以啊，反正对他来说，他就是不断的叠攻击啊。决斗枪，我还有两把九十等的决斗之枪。我好像看到了一个不得了的新闻，我先来看一下。怎么样？僕も君たちを真的很不得了。ハウスオブハースに招待したいと思ってたんだ。兄弟姉妹を又国民党怎样了？怎样了？赖神赖神，我就想问赖神又怎样了？特に予言の危機が解決してからは、みんな君たちの話ばっかりしてるんだ。もしよかったら、おしゃべりしていかないかい？举出这起地震，并不是说今年会跟1951年类似，实际上每年地震都不一样，是这些观测是气象局前辈辛苦收集而来的，就是要提醒后代，过往大自然只有曾经有这些案例值得参考。他提醒纵谷地区的居民要做好防震准备，但不必太多恐慌。他这边讲到的是1951年纵谷地震系列，为米伦断层、玉里断层、池上断层三条断层错动引起。啊干，有讲跟没讲一样啊，差评。靠腰、啊，他好像讲了什么，但又好像没讲什么。摆烂。我这个羽毛好顶，充能双爆攻击。他好像讲了什么，又好像没讲什么。这就这个气象学者真的是你大爷，真的。我现在双爆63.7，219.1。先拿角斗四件套，阿雷奇诺，他是给什么啊？爆伤哦，爆伤，对，爆伤。哎呦，烦呢、欸！他妈的，我只是要来领个声望，然后声望。啊，等下再继续捡。我看一下今天捡到个多少就好了。啊、你有那个跑的路线图吗？你要开什么？你要捡什么？我要捡跌的。我要捡促进的、啊。促进。促进的花。通常小江跟我。我要捡那个花，那叫什么花？怕，不行，我刚刚差点帕蒂莎人就讲出来。不是你路。红彩蔷薇。红彩蔷薇，红彩有啊，我是有路线啊。那你得贴给我。啊，为什么你现在才要剪啊？你如果早就确定要抽的话。哦，我没有在看图。干鸟都在新铁，没有在吐哎、欸。谁叫你在新铁？哎呦，我警惕谁妙丽亚了，我要拯救了。不是，但不是，这个时候你不应该说，那你为什么要新铁，而是说，啊，你玩那么多游戏，你还敢好好，你还好意思在抽原神哦？没钱还敢玩那么多游戏啊？好了，你好了，赶紧去帮你们佩佩捡东西啦，佩佩需要花。我也需要花、啊，可以来点我的、啊。米菲，你玩起来太别扭了吧？不用打的有够久的。我的电脑弄完钱了，我是弄晚餐了。可是你要给我路线啊！我给了，在哪里？你在哭哦？你是不是把小？算了啦算了，眼睛也捐出去了啦，直接改成电数位的传进你的脑中就好了啦。你现在是不是歧视我们？干嘛？你捐眼睛出去，你还可以拿到一笔钱，对不对？视网膜捐出去，然后直接变成电子了，对不对？数位讯号传注进你的大脑里面，你再也不用担心你看不到。真话声还没抽出来。好、啊，你说我还没啊？对啊，你看我还没抽出来啊。
是没有抽，不用担心哦，卡池结束前可能会抽出来哦。可能没不是四三零，可能吧。还是这边有人要帮我补一下生日礼物，办单就好。他过了快两个月了。我没办法，我跟你讲，我4.7可能要克四单。好惨哦！这么可怜啊！欸、如果4.7的卡子真的像我之前贴那样，我得抽两只新的五星，还有四只水神。没有啦，应该只有出一只而已啦，一只五星而已、喔。克洛林德。那个、欸，剩下两只，剩下两只应该是四星的。护士也是四星，四星吧？我还没有看过一次出两只四星。有啊，上下版本啊。有吗？有啦，很多，你忘了。点那时候。哎，这不是点点点吗？还是点？云尼特跟。云尼特跟米菲尼就上下分开的，不是吗？哦，米菲你吗？OK， 那这样子当然最好了。这样子的话就，可是我比较希望富士是五星，然后那个克洛林德给他四星就好了。啊，玉，怎么干？你铁刀是要抽鸟，还是要抽银宝？鸟，七个。一根鸟，不抽鸟，不抽银宝，我抽翡翠。この部屋は地元の人から借りたんだけど、臨時の拠点として使ってるんだ。さっき君たちポア村長に滞在し、なるほど。お前たちに普段の様子。もちろんいいよ。Okay. 哎呦，我找不到哎、欸。在哪里啊？怎么找不到？我笨呐、啊！那挖最好找的东西。我笨呐、啊！不行，你可以拿去种。哎、欸，是不是有掉宝？有啊。やっと来てくれたんだな。下次再来用好了。全部ここだよ。確認して。もしもし。破产嘞。どうしたの？ぼーっとしちゃって。旅人とっぽいもん。喂。本当だ。みんな来て。旅人様とパイモンね。ちょっと待って。猫元神。に囲まれたらお客さんがびっくりしちゃうでしょ。オイラたちは大丈夫だぞ。でもオイラたちってそんなに有名なのか。もちろんだ。君たちは旅人のね。パイモンお姉さん。ちょっと待った。そうだ。別に遠慮しないで。え、それかシャプロ兄ちゃんに潜入。あ、いいアイディアだな。君たちは正面突破になる。为什么那个大人的声音配起来完全不像大人的声音呢？是我错觉吗？毒にやられてからは前ほど機敏に動けなくなったけど、そばで指導するくらい。ちょっと待て。あ、怎么听起来像小孩子的声音啊？嫌いなやつの名前。人这么大只，童言童语的。フォルツ、アイロは二人の情熱はもう十分届いてる。具体的に何か。多一百年、大概拢安尼，多一百年，叫要人叫人要食水果，啊水果无人食，甲客甲水全部拢水到遐，怎过来讲啊？到遐一大堆拢无人要食，啊煞唔知到时我多一百无甲半点钟尔，哦。それなら良かった。水果啊。啊，行ってらっしゃい。无生理，啊一百了，佮随食水果，哦。你吞来吞了，你爸爸来，怎么你怎么来中华？我老好你，我紧就哼嘞，想办法啦，我有外问题你。フォルツは家族に捨てられた子だ。奇怪啊，就写特产，啊，我怎么没有看到特产？シャプローはついていけない。哇，都特产嘞！特产在你头上啊。三宝、哦，抱歉抱歉。三宝特产。哎、欸、哎、欸，抱歉，错过了、欸。靠腰掉下来了，白痴。
期待。白花小帮手了。フィリオル、物資を届けに来た。お疲れ様。そちらは？紹介するよ。わあ、こんにちは。その通り。いいな。なら、コンテーヌに。それは。ポスターを見ただけ。盲目の女。今回の任務が終わった。じゃあ、俺も。気のせい。聞こえてるわよ。うわあ、ごめん。フォルツたちのことだろう。あのイカれた奴ら。フィリオール。はいはい。家族の。まだな。とにかく。あいつら。な、されまた。リネが。どうだい？は、僕は食べ物を用意して、うん、それじゃあ行こうか。お、プレミネ？そこで何してるんだ？プレミネ！こんにちは。ちょうどご飯を作ろうと思ってたところ。海鮮？プレミネ。大丈夫。そうだったの。食料と水。わかった。ちょっと待ってて。食料と水。Okay.待てよ。一体何に使うんだい？最近は外出する任務もないでしょ。よ、夜になると。フレミネ、僕の言ったことを覚えてるかい？君、一体何が？ありゃー！おい！フレミネのそんな表情。ついてきて。おかえり。こんにちは。こんにちは。クリーブって呼んで。クリーブ。会えて嬉しいね。こいつの名前を。ないよ。多分この子がお父様の。僕がこの子をここにか。いつからだい。だいたい半。それって。分かってる。お父様が探してる人をか。これはハウスオブハ。このままこの子を。いいね。去年シャプローが危うく死ぬところだったんでもあの夜。誰かが僕をこういう幽霊騒ぎはつまりあれハウスオブハースをさまよう亡霊がもしクリーブが敵ならでもこ何もわからないじゃあこれからどうするかについそれはまだ決めてないちょっと来てくれとも仲がいいのねそうかうん、うん、二人はとても友情は果たしていつまで続くかしらね家の闇はあなたたちごめんねいいタイミングだね誰小さい頃君は僕のことをリネじゃない僕たちはみんな孤児ででもだんだん君は僕を名前で呼ぶようになったリネお互いにとって一番ひどかった時期君もリネットもまずいぞ。あ、雨だわ。服を取り込まないと。リネ、フレミネ、喧嘩してないよ。フレミネ。平気。一緒にいろいろ。家のことで、ちょっとトラブルがあっただけだよ。え、何か。普通お客さんがいるときに、家庭内のトラブルが暴走。ありがとう。君たちには関わってほしくなかったんだけど今は断る言葉が、うん、話を戻そうクリーブを彼女がどこから来たのかその方法失敗したの、うん、遠く今回僕たちがポワソン町に移ってきた時亡霊についてはあまり詳しくないんだけどどこで聞いたいい案だね約束ああ約束だ小さい頃みたいに拳をぶつけて約束しよう。3、2、1。約束。好啊。在哪里？小花花。
啊，在这里。爆爆了！本当にびっくりしたよ。リネとどうしてここに？这里怎么有一幅画？啊，怎么没有人画这幅画？尼尼特会不会太可爱？いつからいた？干嘛？可可爱爱。啊？啊？啊？お兄ちゃんのバカ。啊？啊？啊，谁啊？最辣的一面。旅人のバカ、パイモンのバカ。じゃじゃーん。俺たちまでかよ。ハウスオブハウスで、すでにクリーブにあった作戦プランはもう聞いちゃった。ダメなら、ここの状況をお父様に報告する。それじゃ、さあ。バカ、バカ。バカ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 干嘛这么バカ？ごちそうさま。你是都没看剧情，对不对？持ってきてくれてありがとう。ごちそうさまって言ったけど、テーブルの上はそのままだよな。不能讲太多，我怕讲一讲，等一下你就突然说哦啊，下面就那个那个，我等一下就那个那个啊，等一下我就会拿起刀那个那个。食べ物の前に話したことには気づいてるの。聞いてみたけど、答えクリーブ。今いいかい？いい。いいよ。あれ？また新しい男。こんにちは。クリーブ。どうしてそんなことを聞く？飯使いじゃないの？でもハウスオブハウス。名簿？でもここを支配してる人は。あ、今天没有垃圾车，他只是离开了，去用他的晚餐吧。実験体だから。他在远方啊，很远。誰かそれを。テルビーなら。その名前聞いたことはない。僕も。クリーブもその人。でもクリーブが嘘をつく。話題を変えようか。ねえ、これ超超人だと僕は不在乎。何でもいいから想像してみて。え、等一下、靠腰。もし今日が君の誕生日だったら。じゃあ、等一下。原神。吹き消すときに。仆人。PV。好看哦，干嘛要看 PV？ 想到嘛，我想验证一下我的哦想法啊。哎呦，你解完了吗？啊？你解完了吗？我讲完了吗？世界任务还没。那你有弹错吗？弹错。啊、有差吗？没差吧。你有差，我叫你从台干你啊嘞！哦，靠腰哦，我看到了啦！哦，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 难怪我想说怎么那么眼熟，白痴！你想知道我弹错了吗？还想说怎么那么眼熟？原来我看过了，想说怎么似曾相识？这是怎么了？没事啊，我来过剧情。我重弹了大概。我刚过八嘎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 四个八嘎。没关系啊，那个后面还会再有四个啦，不要吵。これ以上は考えても結論は出ない。これから僕はディネット、フレミニはポアソン長に任せてくれ。頑張るよ。オイラたちは。気にかけてくれてありがとう。零零特的那个眼神，我觉得很赞。我可以啊，那个我可以。就是在那边我说了可可爱爱。干，真的抖哎。嘿嘿。那所以弹错了怎么样？他重弹啊？会重来啊？会啊。哎，那很长哎，最后吗？对啊，对啊。为什么可以弹错了？他最后不是有四个吗？然后他给的空间那么大、啊、哦，你没照顺序弹哦，这条压错。然后我都少弹一个，然后他就会再重回来一次，然后再叫你重弹。什么东西？原神哦。他这些任务最尾端的东西啊。然后还有那个节奏 QTE 啊。哦，节奏 QTE 哦。哎 ，QTE 又没有回来，我想说算了，他应该不会让我重弹吧？没有。QTE 简单啦。DBD 训练了那么多，就是为了这一刻的世界任务哦！我就叫你们赶快玩 DBD 的 QTE， 你看用到了吧？到了原神简单了，对。没错。
QT 训练班，这个时候高下立判，会玩跟不会玩的人差距出来了。啊？コンテーヌでまだやり残したことがあるのに。スカーク。え、什么？俺の師匠に関する。你要打那个吗？别的素材吗？师匠にもう一度会いたかったんだけど。でも。なるほど。ハウスオブハウスは。我就是蛋。我配角是蛋。結局、師匠はまだ俺に会う必要。でも簡単に解決。怪我を治啊，全部的那个宝箱数出来了，这次总共151个，好多、哦，包含两个地灵看的，好累。会吧，151真的是历年来最少的。随分虫のいいことを言う。ま、私それに151个，我看我今天捡到，82个，所以就好了。なんか、それで、ハウスオブハウス。我现在捡了35个。そうかな。只会掉两颗，是不是啊？我要去死。没错。と、いい君たちが。有人都只会掉两颗。こちらの情報コース。さすがガイ。他に用がなければ、私は先に帰らせてもらう。まだ処理しなければ。ハウスオブハウスのもし君がどうして私がハウスオブハウスを裏切ったことがあると聞いたんだ。本当か？まあいいか。ハクシ私のしたことよりも偉大なる恩。そうだな。仲間。ほう。その様子。いや。表現はあまり厳密に言うと。それはある種、私はよくフォンテーヌ人だと名乗るが、え？フォンテーヌで何かをするなら、この身分の方が役に立つからだ。した原始大会は私には何の影響もないが、ハウスオブハ子供たちのためにフォンテーヌに残ったのな。言っただろ。それはそうと、ハウスオブハウスでは。それはここ数年の話だね。危なすぎだ。今の雰囲気は気に入ってるよ。家族が多すぎると喧嘩やいざこざが多くなる。想像してみるといい。テウセルがオンドリのヒゲを抜くのにはまり、トーニャが自分の髪をストップか。あっという間。旅人パイモン。だから礼を言う必要はない。神の心が手に入ったのは、それも悪。オイラたちも行こうぜ。なんだ。え、それは。夜風が気持ちいいんだ。大したお構いができず。もう少しここ。リネの方はどうなってるんだろう。早く戻って確かめようぜ。路子好像剩70几条。很多。还挺多的。来看假日要不要来刷。哇，到他准备来加价。話すと長くなるんだけど、こっち僕は彼女を連れて地上まで行った。他的素材是掉是。でも影になっているところから日向へと踏み出した瞬間、突然彼女の姿が消えたことに気づ振り向くと、彼女は影の隅っこに立ったまま静かに僕を見つめてた。哇，好红哦，两个红彤彤的。あいつ日差しが苦手なのか？来了，あいつのそれも寒式辣鸡面，とにかく超辣。試してみたけど、リネット、そっちはどうだった？冷房は手に入れ、本当か？寒式辣鸡面呢？
全部読むのに一体どれ手分けして読もう。ちょっとずつね。はい。ラボイヤード。うわ、このオレール。あ、その人と。お前は好きな人がいるの？でもその後彼は。つまり。残酷だけど、ハウスオブハースでは誰もが多くの秘密を握ってる。ないね。別の方向から調べよう。フレミネ。な、フレミネ？ごめん。他の人たちと話してみたんだけど。変。うん。物資を配ってた時にあった。簡単なことさ。ハウスオブハースに入った僕たちは、成長するにつれ、シャプローやフォルツはお父様を見、こんなトラブルは常に。でも、その、あくまで僕のクリーブが彼らを。それはないと思うけど、僕もクリーブからフィリオールたちはそ信じたとは限らちょっと召使いごめん、僕も詳細は知らん。ファティスのオンドリとフシャが手を組ん、神の心を無事手に入れたおかげでハウスを。それっていいことじゃないのか。重要というのは危険に等しい。お父様も相当悩まされてるけど、でもこの計画をファデュイの内部外部からの刺激は内部の対立を激化させる。クリーブの件を解決すれば全て。今の状況は重っ。お兄ちゃん、私たちは目の前のことにし、うん、もう遅いから。リネット、今回は僕と一緒に来て。フレミネ、フィリオールたち、今日はみんなお疲れ様。明日もよろしくね。おやすみ。もし飯使う、あいつ笑ってるだけでも怖いのに、もし怒ったら、うん、絶対にオイラのことを守ってくれ。为他来说是可以的。下位提档，本命之妻之后，好像有人要玩猎战棒，就可以穿另外一套。我听说草型。草城行秋，佩佩，还有一只什么？啊靠！有点笑。草城行秋佩佩，那个谁？那个女人。胡宁娜，是吗？那个女人，会飞的那个女人。黑的那个啦。那个女人就只有那一个而已啊。誰にも見つからないといいけど。DCR？ 他自己火不就够了？他给动了。呀！啊！見ろ！止まったぞ！啊！都一样。对。接一台，接一台。好伤。对对。我看你脸歪了。誰も見ていない。ほら見て。外の景色が綺麗でしょ。全然。残念だけど、それが私にできる限界なの。別歪。あなたたちから見て、私のしたことって。クリーブ、いいわ。私を含めて、利用価値のあるものは生かされ。哎，没玩水。それって全、そんなこと。うん。みんな彼女をいい人だと。お母さんも。でも。彼女はその呼び名を怪我した。ああ、テルビーがここにいてくれればいいのに。テルビー。な、オイラたちの会話、なんだか噛み合ってない気がするんだ。だよな。でもまあ、こんなに小さい風だわ。月が綺麗でしょ。あのね、あなたたちにだけ教えてあげる。大人になったら一生。でも最近、テルビーの姿が見えないの。まさか、あの子も。うんうん、お母様と話さなくちゃ。でも、喧嘩したばかりだから、会ってくれないと思うし、どうすれば。
官方真的是在哭欸，前几天就在爆雷。官方可以这样子胡搞瞎搞的咩？三天前先爆你一个嘞，开始铺路，再哭，真的。习惯了，铁道差不多是这样啊，就是为了打击内鬼才这样。お父様と博士に付き合い、僕たちは同じ派閥じゃないし、でもお父様が執行官になったばかりの頃、お父様はほとんどの秘密の実験？もしかし違うと思うよ。秘密の実験が何なのかは知らないけど、それに機密とされているのは実験。僕たちを信じてくれ。それ正直、でもまさか。クリーブを直接召使いに聞けたらいいんだけど。お父様は昨日帰ってこ、リネットついてきて行動を変え。ん？我没有吧。啊，就不是你的自己去要创啥哦？就要提咩？你去叫咩？想要摕去捡啊，妹妹，捡起来就会使食一世人的饭啊呢。要无？要捡就趁即马，紧去。少しばかり耳障りだ。哈，風よ、散れ。哈，風よ。外面雨下这么大，他给我站在海岸线，在那边给我看风景，几个意思？不可以看吗？疲れているように見えるが、不可以看吗？这么严格？风雨交加，天打雷劈，过了一个晚上，他还在这边看风景。好想看。这就是执行官吗？好好看。そう焦る必要は。子供たちが大人の目を欺けると思い、私は先に行く。もし付き合ってくれるのなら、パレメルモニアの入り口まで来てくれ。君たちがお利口でいてくれたら、あの子たちは。どうしたらいいんだ。さっきのあいつの口ぶりからして。你一直叫仆人佩佩，害我一直想到那只狗。佩佩猪。不是说你在讲。不是，你一讲佩佩，我心里想那只狗吗？那只狗怎么了吗？佩佩。那只会被带去散步。約束の階段まで少し時間がある。子供たちと仲良くしてくれて。召使い。リネ、リ、それに。裏切り者に対し、私は常に平等な処置を下す。心情でもするつもりか？残。いかなる組織暴力这么的完整。だが、客人である君たち、リネたちは命拾い。しかし、フィリオールとナントゥイを筆頭。では、こうするのはどうだ？もし与えられた期限内に、リネたちがクリーブを消して、さもなくば。悪事を企んだ奴ら全員に聞き、ああ、約束しよう。それから、これは君たちに返そう。マジックバードの訓練には、かなりの時間。どこで捕まえたんだ？さて、君たちをここに来させたのは、私に、パレメルモニアでちょうどいい時間だ。获得哦不在等什么？你错，战斗下获得四十分火攻光。久しぶりにお目にかかる。ヌビレットと面会の申請がこんなにも名高い外交官に対し。客観的要素からすれば神の心、それに旅人とパイモンも同行している。私は間もなくフォンテーヌを、一言二言では説明が難しいゆえ提案書を用意してきた。
お目通しいただあ、继续了吗？ご要望の詳細は理解した。ヌビレット殿は、家は巨大、毎日その水だが、それはそういう海にたどり着け。な、何言ってるか。はっきりさせておかなければならないことがある。かつて濁っていた水。取引ということ。もしヌビレット殿が提案を受け入れてくださるのであれば、今後。不可避な場合を除き、フォンテーヌで特殊ダルドフ暗殺事件のようなことは今後起こらん。寄付金を横領したあの偽善者のことか。彼の死には無論、もしヌビレット殿が提案を受け入れてくだされば、今後そういった一切隙のない物言いだな。ご承諾に感謝する。では取引成立だ。私たちはそろそろ失礼する。すね、ああ、待って。さあ、旅人、バイ。前にも言ったように、しかし、あの生まれつきそうなのか、君たちが同行している理。会話、湖とか好奇心をかきたて。そうだった。リネの方はどうなったんだろう。何かいい方法を考え中なんだよな。頼んだぞ。大丈夫か？すまない。新聞を売ることで頭がいっぱいで。そうだ。いやいや。気にしないでくれ。な。少しどうかしたのか？あ、いや、こちらの方にぶつかってしまって。待て。賠償が必要。新聞を3部いただこう。え？あ、あなたのような気前のいい人に毎日出会えたらいいのに。ああ、いや、冗談さ。用事は済んだ。船でポアソン町に戻る。また、嘘だ。おいらお腹が空いてきた。お腹いっ。まだ淡い幻想を抱いているようだな。だが、もし私の友情権に応じてくれれば、リネたちにもう少し猶予を。それから、君たちの疑問にも答えよう。例えば、クリーブの正気、自身の力を過大評価しているようだな。交渉で最も重要なのは利益の交換だ。一方、必要な時、君たちが最も適切だと思うせ。俺、そこは君たちの判断に任せる。交渉成立だ。ついてきたも。哎呦，吓我一跳！妈的，破狗！啊，破皮！破狗，有狗突然冲过来！啊，你破皮？谁破皮？小笨狗！小笨狗，干你娘！怎么还有一只阿斯奇哟？救命啊！还得关机，好丢脸！我只是要剪个花而已，有必要这样吗？丢脸！要小梦。嗯，有事有事。
我还在填宝箱，肯定是开着的。那我要点花。点花花。嗯，不一定全部都有，我有时候路过会乱捡。ここは何の変哲もない廃墟だが、ここを訪れる人も、私がまだ執行官になる前、そしてリネたちもまだ。クリーブを殺したのはお前だったのか。そう焦らず聞いてくれ。ではクリーブの視点で最初から語るとしよう。クリーブは6歳の時、実母のクルセビナによってハウスオブハースに連れてこられた。家はまるで童話の世界のように見えた。クルセビナは当時の召使い、つまりクリーブはここで何の憂いもなく生活。煉獄。ああ、ハウスオブハースはクルセビナはとても斬新なアイデアを提案し、その過程で生じたし、彼らは博士のところに送る。クリーブが言ってた。クリーブはクルセビナの実の娘。いや、クルセビナは娘のクリーブに対し、母親を説得できなかったクリーブは表立った抗議を試みたが、一人例外がいた。クリーブと同じ友達か。とりあえずそういうこと。明るく情熱的で自由に憧れ、生まれそういう性格だからこそクルセビナの企みを見抜くことができたのだろう。何はともあれ冷静さを保っていた彼女は行動でその決意を証明した。何度も逃げ出し、歯を食いしばって痛みに耐えながらも、彼女はつま先、彼女が感じた絶望は具体的な出来事によるものではなく、そんな中ペルヴェーレから一つ提案が。クリーブはその提案を断った。もう一つの理由について、クリーブが逃げることもあらが、ああ、決闘場に立った彼女の相手はずっと共に歩んできたペルヴェーレ。過去劣化で焼き尽くされた地に大雨。振り返れば10年前から自分が生き残るこの日。さて、ここで一つ問おう。苛立ちを鎮めるためにペルヴェーレが取った行動は何だったと思う？クルセビナを。正解だ。ペルヴェーレは親友を殺してから1年後、同じ場所で2人にとってのお母様を手にかけたその瞬間、彼女の頭の中にペルヴェーレは勝った。新しい執行官となった彼女に女皇陛下から新しい名が授けられた。アルレッキーノ。え、お前がクリーブの言ってたペルビ、いやペルヴェーレだったのか。アルレッキーノって後からつけた名前だ。もう長いこと使っていない。その後私はクルセビナが使っていた。物語はここで終わりだ。聞きたいことはあるか。さっきのお前の話から。あれは炎の中から生まれた巨像。私の血筋には呪いに近い力があってね。私の炎にとはいえ、クリーブのように独立した。クリーブが死んだのは16歳の頃だったが、その余人は人の記憶は実に。道理でクリーブと話してた時。こう言った方が分かりやすいだろう。彼女は。じゃあクリーブが。ああ、彼女の存在は不安定だが、子供たちを見守ってくれているようだった。同時に私を避けながら彼女自身の視点。残影は学習や成長することができない。クリーブを太陽の下に連れて行こうとして失敗しただろう。理由は簡単だ。だが心配は無用だ。直に私が再び彼女を殺し余人を消すからな。ま、待てよ。あいつを消したい理由。今のあいつは6、7歳の姿で。もう遅い。ルールを破った以上罰を与えられ。私とクルセビナの違いは異なるルールを作った点であって。本当にそれでいいの？何がだ？クリーブに暗殺者として、そしてお父様としてタブーな感情が。憤怒は衝動。さてそろそろだろう。ここに来。約束通り。ゆい、お父様、みんなを連れてきました。これから処刑する。リネ！ごめん、だけど結局
クリーブの願いを叶える。あ、もしかしてベルビー。ああ、久しぶりクリーブ。ベルビー、し、そこから動くな。昔話をする前に君たちの罪を清算しよう。お父様、下がっていろ。お父様。君たちは家にとって脅威となる人物をかくまった。処罰を受けて当然だ。だが全体的に見れば君たちの罪は一番重いものではない。故に少々多めに見…家を裏切った…お父様、説明させてください。フォルツ、あつ…はい。3回目の夜の会合、ナントゥイユ。当時お…そっと…誰だ…フィリオールはもっとひどいことを口に…そんなこと言ってる…違う、フォルツ、デタラメを言わないで。聞いたのは俺だけじゃない。その後、二人、今のままじゃ、カゴ…あんた、私に消えてほしくて仕方がないんでしょ。何か恨みでも。それにシャプロ。フィリオール姉ちゃん、シャプロ兄ちゃんも俺も…嘘つき。俺たちはみんな、ハウス…家を裏切るってことは、十数人だから、ハウスオブハースではどんな形の裏切…半月前から私たちを監視してたの。待って。すまない、フィリオール、クリーブ。それに君たちは他のことなら、命を懸けてでも…どうして…諦めよう、フィリオール、シャプロー、フォルツ、さ…シャプロー、ハウスオブハースのル…全ての裏切り者は代価と…なら、その通り執行しろ。待ってください、お父様。何か言いたいこ…お父様、僕たちは皆どうしよう。しかし真の家とはどういうものなのか、僕たちは、もちろん僕自身も、どうかもう一度お考えください。私もお兄ちゃんと同じ考え。お父様、どうか。リネ。俺もリネに賛成です。お父様は。だがもし君たち武器を取って。お父様、決闘。その通りだ。家のル…しかし決闘も家のルールの一つだ。もちろん私にも適用される。君たちが十分な力を発揮できれば。お父様に。無理だよ。たと…旅人、今召使いとリネタ、もし負け…クリーブにちゃんとお別れを告げ。憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。うい、召使いがわざと負けてくれたらいいけど。普通お客さんがいるときに勝て。必要なとき、君たちが最も適切だと思う選択を持って、ハウスオブハースを。どうしたんだ。おい、どこ行くんだよ。旅人。お前もリネたちと一緒に召使いに挑むのか。許可しよう。ちょうどここを決闘場にすればよ。君たちに望むのはただ一点、武器をしっかりと握り全力で戦うことだ。油断すれば。い、逃げ道は難航か。はっ、風よ、知れ。私と打ち合う無我の境地。少しはまともになって。裁きの一変動万象。燃え上がる炎で。マッシュ、私が定義する。はっ、千人のご高齢が稲光、すなわち永遠なり闇来たる破滅の時なの。
カウントダウン開始。頑張って。切断。新天堂地天理チョーク。風よ。や。や。いいだろう。裁きの怒り。私に挑む資格を認めてやる。剣内に染まって散りなさい。漠然と。気をつけて。囚われを獣の群れのように。風よ。焼き尽くしたい。逃げ道はあります。次見届けるといい。風羽ばたく風よ。はっ天道万象今だ。ここよ。ふっふっふっ見切りました。ファッション私が手に。一箇所に固まらない方がいい。知っています。頼んだ。ごめんなさいお父様。己の力のなさを謝るのか。出したのか。予想よりも少し強いような。赤黒い月。体が動かない。だが、私にはまだ勝てない。ここまでだ。せっかく客人が来ているのだし、あまり醜いところは晒したくない。お兄ちゃん、リネ、約束通り決闘の勝者である私の言うことを聞いてもらう。お願い。こんな形でお別れすることになるなんて。ただリネたちが決闘で見せてくれた力と決意を鑑み、別の方法で君たちを殺してもいい。アイロアール、預けていた
兵中のほ、はい、何に使われるか分かりませんが、後ほど彼らにの兵中の炎、ああ、ある極秘実験の産物で特殊な条件下飲み込んだ後、灼熱の痛みが神経の隅々にまで広がる。その後君たちの体は その激痛に耐えられれば、再び目覚めた時、君たちはハウスオブハースに関する、言い換えれば私はハウスオブハースで育った君たちを殺し、人の記憶は実に不思議なものだよ。その一部が失われることによって自己認識も変わってしまう。お父様、誰一人見逃すつもりはない。記憶は極めて重要な媒体だ。今私の目の前にいるフィリオ、それでも期待を裏切ってしまい申し訳ありません、お父様。でも私、もう泣くなフィリオール。まだ家にいる限り家のルールは守ってもらう。憤怒は衝動を引き起こし、感傷はためらいを生む。はい、涙を拭いて。はい、シャプロー、フォルツ、アイロ、兵中の炎は3つ余分に、皆達者で、次に会った、これまで家のために貢献。お父様、みんな行こう。リネ兄ちゃん、俺の肩に捕まって。ありがとう。クリーブ、やっと話していいの？本当にペルビーだ。久しぶり。でももしかして私、どちらでもない。クリーブ、君はもう死んでいるんだよ。そんなストレートに言わなくてもいいだろう。あ、ペル、それに、なんで私が今の姿になったかより、教えてくれる？君は運命と向き合い、あ、最初は誰も君の話を信じなかったよ。それから君は何度も脱出を試みたが、その度捕まった。だが、それでも君は諦めなかった。それに対し君は、皆で団結して、引き分けに、君は思いつく限りの方法を試したが、その全てが失敗に終わった。だが、16年間、私はずっと自由を追い求め、そんなことを言うなんて、きっと相当疲れてたんでしょうね。でも、未来の自分を理解できる気がするわ。お母様の計画だと、もう一度選べるとしても、私はそうか。君が追い求めるハウス・オブ・ハースのお父様として、子供たちには最低限の自由を、フォンテーヌの最高審判官と事前に話を取り付けてきた。家を離れることを望む。無論、彼らにおのずと勝利の果実が渡されるわけではない。それで十分。私から見たペルビーは優秀な王でいいお父様だよ。あなたがハウス・オブ・ハースを継いでくれて本当によかった。まあ心残りがないって言えば嘘になるけどね。私まだなら、ちょうどよかった。こちらの二人の客人は様々な国。本当？もちろん。実は私、ダイヤを引きながら。なるほど。もしモラがあったら。でもペルビーはスカートが好きじゃないし、お母様も多分もらってくれないとも。お母様に戦いか、教練員で授業を。ちょ、あなたが言ったよ、絵本で怖いか、それって鬼だろ。
危機一髪。え、そんな。その時名探偵パイモンが登場して一気に一体どうやって。早く知りたい。かはん。残影は学習や成長することができない。クリーブ、影の下でハウス・オブ・ハースに抗い続けてきた君に、私は執行官召使いとして処罰を通告しよう。君をハウス・オブ・ハースから追放する。君は家から離れ、ここのルールにも縛られなくなる。はあ、私家から離れられるの。はあ、私もあなたたちから聞いた外の世界を見られるの。あ、忘れてた。もう大人になれないんだ。でも大人になったあなたに会えて本当に嬉しかったよ、ベルベール。元気でね。じゃあまた。あ、来世で会おう。クリーブ、こんなに早くお別れしな。実は私も彼女に伝えられた。例えばスネージナヤで見たオーロラは、日が昇れば新しい一日が始まり、残影の記憶もリセットされる。これ悔いは昨日に留めておこう。お父様。あ、リネだ。なんで戻ってきたんだろう。お父様、あの君たちはどうする。リネットとフレミネも同じか。私がリネに何を期待しているのか君も分かっているはずだ。だからこの木に出ていくだろうと思っていた。それも悪い選択ではない。王座に無理やりつかせられても。どうして僕が。君は勇気と才能、家族を守るための。今回お父様に寛大な処置をしていただけたの。リネ兄ちゃんは英雄だよ。英雄、本当の英雄は、もしあの時お父様が全力を出していた。覚悟の面でも武力。それは違う。王になるためには二つの資質。家について、君は私とは違う視点と考えを持っている。だがその力がまだ身についていないにもかかわらず、君は。お父様、この先何が起きるかは誰にも分か。もし何らかの基準を満たさないと行動できないというなら、私は先代召使いを。力は確かに勝敗を決める。しかし力が足りないからと後ずさりし、信念さえ曲げて。おっしゃる意味は。子が大人になり先人を超える。だが決して楽な道ではない。お父様からの恩は必ず返し。これが分かった。幻冬計画について。光に憧れる子供たちは全員追放された。これが我々の最後の弱点だったが、今では影に隠れる雲のように奴らの企みを逆手にとって、極寒の吹雪の中で赤い月が昇るのを見届けようではないか。忠誠は必ず報われ、全ての犠牲が価値を持つことになる。次に二人に会う時、険しい旅になるだろうが、皆が望む。
そういえば、リネットとフレミネはブーフドエテの館で療養中だって前にリネが言ってたけど、どうしてるかな。見舞いに行ってみようぜ。だいぶ良くなって。ふぅ、なら良かったぜ。旅人は大丈夫？さすがだね。僕たちは2日間も寝たきりで、寝返りを打つことすら大変だったのに。そのクリーブはもう出て行った。ミネはみんなをフォア村長からハウス。そう、よかった。一昨日お父様がお見舞いに来てくれて、クリーブとクルセビナのことを話してくれた。僕、前院長の。え？クリーブが死んでから1年後にクルセビナが死んだんだけど、僕はその間にハウス・オブ・ハースに送られてきたんだ。当時クルセビナのザ・彼女が最も重要視していた実験はすでに終わった。そして数ヶ月後、お父様が彼女を殺し、全ての資料を。さらにその数ヶ月後にお兄ちゃんと私が。そうだったのか。なんでそうしたのか。お父様は過去の暗闇が私たちに影響を与えることは避けたい。それから家族の関係とも。それでも僕はお父様に感謝を伝えたよ。もしお父様がハウス・オブ・ハース。お父様は私たちを助けたことについてほとんど口にしない。でも恩義の有無に関係、喧嘩したり、日の光が差し込む時も。だから大したことはもちろん。フィリオールたち、今朝出かけた時、私のことはもう覚えてなく、みんな幸せそう。哎呦，这把刀子怎么那么大把？好奇怪哦。真多呢。啊哒哒哒哒哒。那个新地图是要用游的过去，是不是？是。干。没有吧？有很多洋流啦，别怕。他不是开一个点给你了吗？哎、欸，对耶，靠腰、哦，你没看到？笑死！我刚才想说傻笑。哈哈哈。他发小动作。0477。他只有六只仙女。哦，闷的海，看到惊叹号。没错，看到惊叹号。下去是要跟着世界任务走，是不是？嗯，对，跟着。没有办法、啊，先下去。没办法，干，没办法，他知道。啊，下去，要下去的时间要多久？十分钟吧，十几分钟呢。好，你是说下去到地下，还是从地面到地下的这段时间？10分钟啊。好，
那如果要到旧日子海就要20分钟。没有，我没打算到那么远。只是想打 boss 是不是？可能吧。今天没有双排一波吗？那肯定有的，别担心。还敢双排啊？还敢 PVP 啊？爽啦！不是哎、欸，今天都24号了，在几天啊？14、15、16、17、14、17、17，在19天排位就要重置了。哪里？哪里？我想要领鞋点啊，200万。虽然那个现在可以，好像可以每周拿30万，就是。他只要传送攻击他。嗯？哦，什么东西？我说每周可以拿30万啊，在商城里面。免费的。免费的，好像。有看到今天我领了30万，好爽。三攻击杀的。恭喜沙虎上杯双爆他！恭喜沙虎头！反正还是要穿。别玩！穿新的是吧？新的，生命之气那一套。嗯，懂。之前拿角斗士加顶。要顶的话，要顶的话就2+2，2+2先顶。有2+2，先2+2。那我追忆很多好的追忆啊。不用5+2啊，角斗士剑套有的话直接穿4件啊。那会比较好。角斗士剑套是加长枪伤害的、啊。什么？我的？那怎么看到爆伤口？啊！烈法雷姆。如果呢？不愿就爆了。奇怪，这是世界任务，怎么那么像 D3的那个天堂？是我看错吗？错觉吗？那个蝎人看起来怎么那么像天使？天使破坏者。然后我是涅法雷姆吗？没错。秩序，他是秩序对不对？忘记了。三个天赋书都狗干多。他是秩序吗？不是吧？啊，现在不是可以直接看？那是啦，是、啊，不是啦，是啦，我都看到了，假的啦，靠腰啊，我可能是假的。哎呀，普攻要升吗？要，然后，升肯定升，10/10。你在想什么？那是肯定要的。10/10啊，有爱10/10，无爱1/1/1，不是吗？对啊。像你对7/7就没有爱、啊，他到现在连去都不去啊。真抽到了。他我抽到了血卡哦。你是不是在哭？那你7/710/10了没？没有啊，我没有把他连起来。没爱啊，你看没爱啊，说一套做一套，那女人。啊，你啊，有啊，就要把他练起来，是不是？他不输出。会啊，你不想练而已啊。告诉你一件事啊，我连他都没有。每个角色都有他输出的地位，只是你想不想要练而已。他不用输出，他保持可爱就好。哎，难怪你成为不了父亲。那小啊，
那这样垫底，反正也不用升。欸，啊，没事，我本来只是想要骗你有地震而已。你知道有地震，我是感觉最明显的那个吗？嗯，你应该知道下午有三次地震，还两次吧？人海一种是啊，嗯，人海一种我都刷那几个点而已啊。你说那个 F1 打开那个？没有，人海一种。不可以学我、啊！我没有学你啊，我手的音调跟你又不一样，我哪有学？有点。一种我只刷，我只刷这个呀。三个。哎、欸。有人要打吗？三。我很想打，但我已经九十等了。那我就需要打。好，那我就起来了。我笑死！想先让他卡八十。啊！耶！耶！你好难打。该演奏了。两分钟，等一下。传说任务，解开解开，耶！爹爹的背影，爹爹爹爹，下，我拿钥匙，爹爹，你不存在的小孩，爹爹爹爹爹，我来了，来了爹。别叫我林尼！三个，击败复活的石像，然后就可以跳下去，跳下去，跳下去，然后就随着洋流飘了起来。哎、欸，好妖哦！给你两分钟。ターゲットは失。古老的纸条，完了。古老的纸条，感觉又是什么隐藏成就？哦，没有了。你在地面上捡到的，是不是？对。有两张吧。三张。啊，那有个可以拼起来的都两。我都，所以我刚才问他在地面上捡还是地面下、啊？地面上都两张。你那是地下的东西，好不好？真的，哈哈哈哈哈！然后那边混在一起，你数定了，记错，哎，哎呦，有上面、下面跟水下，悪くない白物。你要说地面上比较
比较地底下跟水下有没有在公园？夸张，没解到那里不知道了。哦，解到了吧？还没吗？还没没。有没有进去那个地方？我就在打，我就在打天使哦，我在打看起来很像天使的石像，看起来很像D3的石像。哦，那你应该哦，看一看就是，靠，要插一个怎样？我真的要吐了。欸，名字会不会太长啦？绕格。乌兰诺伯里斯的乌兰一代。好，你就叫一代了。没有，他叫咪乌。一代一代有。他叫巫师。小一代。啊！一代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 。来来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 。他叫西里巫师。我想喝饮料。喝。好，可是我今天好像喝了有点多饮料。快乐肥宅水。我今天有快乐肥宅。去买就有了。可是我没有很喜欢啊。所以你不是肥宅啊？被发现了，我不是肥宅的事实。还好我也不是。大胖，没那么胖啊。怎样？来た甲斐があった。我就想问一下，那个小公园，那个小镇，神童几颗啊？两颗？九颗？两颗而已。哦，上面啊？就镇上啊，那个小岛，两颗吧？三颗。三颗，有隐藏的，这么酷？这么酷？刚好我才刚剪过，但我已经忘记在哪里了。好呀，怎么快？哦，你是那你说说在哪里啊？那你倒说说在哪里、啊？你是残影是不是？我没有在剪。哈哈哈哈哈哈！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 哈哈哈哈哈不是，我两反驳，我四点零就剪完了。哦，是哦，哦，哦，啊，现在不是四点六吗？我要切手机网。现在不是四点六了吗？现在不是四点六吗？哦，那真是谢喽，四点零都被你剪完了耶。啊，你还有四点一、四点二、四点三、四点五，哎，四点五没有，四点四、四点三没有啊？哦，没有，四点三没有，是不是？四点四也没有。被你爽到欸，奇怪欸，四点四也没有，爽了两个版本，对啊，爽了两个版本，该剪了吧？一次剪到底了吧？有一个版本要剪其他的、啊，他只是不是水神通，只是他跟水有关啊。确实，欸，有水晶碟，让我去剪，拜托。不要！我看到有三只。好了，我到地底了。还是跟那个叫那个一样，他就是你就一直往前走，然后他就去进剧情。可是世界任务不是要两个小时吗？全部解完了。没有啊，前面跟他讲几段话之后，你就可以继续往下走了。哦，对哈。啊！啊！哎，我有时间，有吃到就好。啊！我已经不知道你们的世界怎么样了，我觉得我很仿佛与世界隔开了。
我的世界是没有任何宝箱的。我看到演奏了，笑死。这个就是你看到演奏还要很久啦。这个就是你刚刚说的最后那个阶段，然后放错了那个吗？没有那么快啊。不是，到最后你要到最后面你才进得去。他妈的，但是有 QTE 吗？没有，我是没有 QTE 啊。我是说，就这个界面。有吗？一开始就有 QTE 吗？我不知道啊。那你要到最后你进得去才可以那个，因为它在这里面啊。QTE 简单的啦，等等还要 QTE 训练呢。你今天应该碰不到 QTE 吧？碰得到，一定碰得到啊！怎么碰不到 QTE 呢 ？QTE 每天都碰得到。昨天也在碰哦，写卡哦，不是别的游戏不要吵啊。他是每天都在碰，而且一碰就是好几个小时。我其实觉得是冠希玩的场数都不够多哎，一般来说玩下去都差不多时速就会长了。对啊，冠希没办法玩太多场的地狱。OK。海魔王的宫殿已开启。太暗太脏。靠背啊！为什么我的那个 Siri 自己跑来回答我问题？我没问他问题啊。Siri 想要参与一下这个话题。靠背。就可以继续往前走。就可以继续往前走。走走。烂东西，爹呢？爹呢？在这。树。好吧。啊，那个书会飘来飘去，带着音符是。那个可以剪，那个可以剪。哦，看到了。用你的 T 加一。有看到了。把它捡起来，有很多本，六七本吧。我要怎么知道捡起来了？他不是可以拾取吗 ？Hello。啊，我只按了一而已。你要镇住他，你要先镇住他。哦。你要先镇住他，你要唱歌给他听啊。有几个我也忘记了。你是说帮他超度这样子？OK， 我会了。对。因为他旁边的门有好几个都要用，我忘记了讲，反正我已经讲。我为你超度嘞。还有，但是对了，你还有门没开啊？找不到我的算了。OK， 我捡到第三乐章了。哦，我会了。我只剩一个乐章了。我会了 ，easy， easy peasy。哎呦，靠腰，完了，我掉下去了。没关系。我看到神童在我面前，我掉下去了，进故事了，干你老师。让我用白眼看一下。发亮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  ，OK， 这些人看起来就是会上来干我，真棒。我真的讨厌打滑射机。哪里啊？靠腰。我不是走到了吗？我要上去上去。飞太开心。对，我在下面。
珍しいものか。わらわにも見せてみるといい。可以慢着爹，可以慢着爹。我说我好像没看过地灵看在哪里。我为了瞄到一下，应该在水下面，在下面吧，上面应该没有了，上面那么小。嗯，毕竟地上要是能看到的话，一定看得到。地下感觉也没有，应该都在海下。再减两步，再休息一下。我就知道这些人会站起来干我，跟我猜的一样。天道ここにある。ここより弱滅の時。逃げ道はここ。紅に染まって散りなさい。天理長久。風よ散れ。見切りました。無我の境地。为什么这个小孩看起来这么像不同次元的人啊？怎样？那他妈是八岁？那他妈看起来像是八岁？因为他妈坏坏。收集音符泡泡。每天不都要先点头，全部都要。欸，不是欸，靠腰哦，这是贺冠是不是啊？那个雷子往我脸上打是怎样？太枯萎。我们都打三四次哦。白烂哦，贺冠。我被打，我是因为雷的原因。我是因为没有接到，没有被雷打到。对，我也是因为没有接到。欸，哦，两个宝箱，墙上的奥德赛。
奥德赛。没错。星とし無事きょん。前往旧日之海。那不是说没有要去吗？没有啊，没有要去啊，没错啊。我旧日之海是黑的。你们有人元神是打开的，对不对？对。等一下借我再蹭一次周本。一下，那我解完没？小号啊。没打。天道万象。没有，因为体力不平衡了，要平衡了。羽ばたく。散れ。ファッション、私が定義する。欸不是欸，这个新圣遗物的那个岩盾也太厚了吧。哇靠，他岩盾还会长出来，白烂。就还好带双眼。爆杯啊！他这又爆了。打一盒啊！为什么我会有圣女巫爆掉的一天啊？没爱亲了、啊。我平常都是不够强化的。爆掉了。刚好是时候拿四星的来讲话，顺便解。没错。哎、欸，我刷到爆伤头了、欸，怎么会这样？恭喜呀、啊，恭喜！那爆伤头，那双防加生命。攻防生命，然后下去。没有双防，双防生命。双防生命，那更惨的下去。怎么样？这个爆伤头有料吧？有哎呦，暴击头，可是是另外一套。暴击头对你来说没有用。干嘛、啊？你就是很想吃，是不是？对。浪费钱，真的。我也没说我要花钱，花了吧？浪费抽筋，浪费生命。我没花抽筋，我就生命之气了，我还浪费生命，我就没有生命了啊！浪费抽筋，浪费电力，浪费石头。他那把没有其他人可以拿，然后他拿的又没多强，到底有什么屁用？真的哎，我真的觉得普通。他就只是外观好看的，智商税啊 ，you know？ 那因为我们佩佩拿其他武器，只要开一砍下去之后，一样会变镰刀啊。对呀、啊，对呀、啊，没什么差，你知道吗？没什么差，其实。
再把这一份剪完，休息一下。乐章的恩赏20元石领取。我剩一个了，好扯哦，剩一个，好扯，真的好扯。最后一个在，第五乐章在那个卡皮托林山。偷偷氪金。我要来接小号了，小号接完，体力打完。他那个登录的 UI 是不是又改了、啊？那个字又变得不一样。多人连线也改了，真的假的？对啊，多人连线改什么？多人连线连别人的，我觉得多一行啊，但我不知道改了什么。多一行，好像多了昵称吧，还是什么？配对推荐：阿雷奇诺、夜兰、班尼特、钟离。超载队阿雷奇诺、夏沃雷，然后谁啊？北斗、班尼特。可是佩，我觉得配班尼特不太普通。我觉得没有很好。配班尼特还好，因为他会回血是吧？一个是要烧血，一个是要回血。他没有办法回啊。哦，对。他吃不到啊。啊，所以他的队友要多了好多图像哎、欸，我看到了，好棒！生命之气的那个东西要处理掉。耶、yeah, ，好多图像，但我用不到，嘿嘿。对，夜啦，然后中，然后别啦，别抄那一对。哎，咋还是那个夜兰加？我是用夜兰弗林娜，然后你随便挑一个群部。我走一个全部，难道是前云吗？难道是那只观赏鱼？群啊，你是不是有群？可你不是有闲云吗、啊？没有，我没有闲云啊，又不是我没有抽。云可以啊，闲云、琴跟白族都可以啊。我没有啊，我都琴而已。我觉得琴还是上次那个新卡子弄出来。我想吃咸水鸡，可是咸水鸡没有开。反正现在弗宁娜就是要全部啊，弗宁娜全部，然后再夜兰，闲云之后再补就好。没有开。那不是啊，在那边叫什么？没有开咸水鸡，咸水鸡好吃吗？啊，蛮好吃的啊。所以咸水鸡说到底什么？我都有看过店，但是我不知道它到底在卖。看起来瞎鸡巴都有卖，就是咸水卤味的感觉，只是它不是卤的。那就是什么东西都烫好，然后拌料就这样。哦。拌味道，拌姜，姜比较清淡吗？葱、蒜头，然后黑胡椒，哎、欸，不是黑胡椒，白胡椒。葱、蒜、蒜泥，然后咸水，然后胡椒这样。哎，吃大嘞，吃一个味道，吃一个味道而已。哪有？靠呀！我要吃咸水鸡，给我炸鸡怎样？炸鸡也不错啊。我不想吃炸的、啊。不想吃关我什么事啊？哈哈哈！啊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 ！都是都哦哦哦！啊死啊死！没得吃了。为什么？就没有东西吃了啊。只剩鸭血卤味，看九点就没有东西吃了吗？这么惨吗？是啊，那算了，我宁愿等晚一点开，没有开。
次刷生物，我觉得像在坐牢。那必须的啊。防御头。防御头，然后下面的词条双爆加双攻。那不是啊，你干嘛也在刷声音？那我就有多的那个。那个叫什么？双倍的数字，不是双倍的数字，双倍的那个，那个叫啥？就双倍数字啊！哦，浓缩数字，浓缩数字，对啊，我有多大？哦，我还有脆弱数字，我想说，我有84个。哎，对，为什么我又有84个？我记得我今天刷完剩70几个啊，好奇怪。你那个啊，有解冻，有60个。哎，我走错头了吗？嗯，我剩60个。那假日再来刷。光标。管他那个满满的他妈的，哦，这里啊，光标，
休息一下。对。也看了一晚，对不对？啊、
剩下的明天再来。小蓝熊，小蓝熊番外快很暗。
往哪刺啊？哇！啊，再来，继续剪，快剪完了，快剪完了是吧？错，还差73个，快剪完个屁！哎呀，干73个半个小时而已，是吗？我也不确定。你要确定？协力院哦，协力院有13个宝箱啊！走起，走起。哪里？哦，thank you.
哦，我瞄到那个地灵看的。我藏在这种地方了。主角终于不是哑巴吗？他不是什么时候之前就开始有在讲话了？很少哎、欸。喂喂喂，幽梦还在吗？不在，怎么了吗？我要过去打了。打什么？多本。多本。去御吉那里打。我还在过任务，还没了，走开呀、啊！又去哪里了？两个都生气了。那必须的。白痴，我来你这边，马上拿到了两个、那个素材教学。哦，因为我快讲完了，我已经快要破百了。下一个讲完就破百了。无鸡巴，鸡巴袂了啊！我还是用水龙王喷好了吧。我只要努力的活下去就好了，对不对？欸，再咬一次。有欸，我看到了。有啊，我看到你说的那个了，你说的那个好友昵称。OK， 就是这个。平常我的最高输出的伤害队伍，怖いか？それとも恐怖を抱く勇気すらないか？稲光り、すなわち永遠ね。静粛に。
像我刚刚没看到他。哦，狠狠的耍废。破滅の時にここより弱滅のダウン開始可以分上面、欸、空中我好扯哦空中居然喷得到了欸他会直接进那个哦我也不知道哎呦伤害好高而且还会流血白烂哦完了还是我活了真的因为他是火属啊你水一直打蒸发李哥，我买乌龟壳嘞。嗯，好久没吃乌龟壳了。想吃吗？想吃的话，来张画押。我忘记它是什么味道。乌龟壳，芋头。干嘛？我说的是芋头，不是芋鸡。苏一斌哦。干嘛？加。寿星人家哎还有让我换角色的时间吗没有没有哎带着爹靠腰拿爹打爹、啊嗯、拿爹打爹不是啥好主意啊拿爹打爹你会把你留死啊哎让我换他这个让我来不及啪啪两下加上你的三击啪啪两下你就要美了会出秘技都气死了换爹了还敢拿爹打爹啊对啊你都不知道你都不知道周本是那个角色克自己角色吗雷神也是啊对啊我雷神会拿雷神操啊我也会你也啊你也不会啊我现在拿龙王操了你也看不起来不会啊哦我可以跳过吗他可以学星铁一样跳过这段剧情吗可以啊，可以啊，下次一定啊！哎呦呦呦，他跳过前面。去他跳过了一大段。下次一定。啊！下次一定。哎、欸，他没有跳过很多啊，看。哦，还真的可以跳。啊、哦！他没有跳很多、啊，他只是跳过前面。这阶段不是可以跳吗？我今天真的好钝啊！这拼爆真的是德行。一波嘛无高正堂，伊要紧要收啊呢，今仔日。无我看无开。不要再哭了，干！不要再对不起了，快点！太多了吧！我看那个女人哭几次，跟你说不可以讲坏话，女人的陋习。是啊，讲八卦，这招会被打了来啊！讲八卦。心里大可爱，心里大可爱，气死我了！不要再欧内盖了，快点！欧内盖，欧内盖大可爱，哈哈哈！乖，乖点。不要再眉来眼去了，快点，快让我打！
说那过场动画是不是？本田想打哎、欸、哦，受不了了！别再黑画面了，快点让我打！他怎么差点分两代可以剪？剣の番長。さばきのいかず。雲が借りなく時。そこだ。風の行く先を。快点让我打！いざ。難攻不落。見切りました。静粛に。给你讲完了，快点。風を知れ。そこだ。好，那我进。来。哎，好了。星とし。你各位再见。再见的世界。再见。什么？你今天还没 DVD 吧？对啊，但是我要修了。啊，这么可怜，在哭。啊，注意父亲的动作。再见。